確かにシオンちゃんの言う通り最初から割れていたみたいだね。これで大丈夫。ジローさんも中が見たくて我慢できなくなったのかと思ったわ。高野さんはおとなしく見物してたかな。宝の山を前にさぞや興奮してた。ケイジなんだ、リカちゃんか。綿をもらって沢に流した？いや。あれ、そうなの？ケイチくん。What do you mean you don't agree with me? Do you know who you're dealing with?元気がないのですよ。リカちゃん、な、リカちゃん、残りの2匹はどうすればいいと思う？そんな間抜けな例え話をしてくるとは思わなかったわ。ケイチさん、そんなとこで油を売ってる暇があったら。ケイチ。行って遊ぶといいのですよ。